はい、皆さんこんにちは。文房具屋ちゃんのコーナーへようこそ。今回も新しい文房具の方を紹介していきたいと思います。今回はですね、最近ちょっと何かと話題になっているサンスター文具さんから出たメタルペンシル、メタシルの方をですね、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。そして夏休み期間に入ったということで、まあ、最低でもですね、週2本投稿をですね、目安に頑張っていきたいと思っていますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今回のメニュー見ていきたいと思います。1、開封してみる。2、ラインナップについて。3、価格について。4、重さについて。5、特徴について。6、実際に使ってみる。7、まとめという感じで今回も見ていきたいと思います。よろしくお願いします。1、開封してみるということで、実際に開封してみたいと思います。まあ、まずはですね、箱について見ていきたいと思います。はい、ホワイトの方をですね、ちょっとメインとして見ていきたいと思います。こんな感じでですね、マットな質感の箱に入っています。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、マットな質感の箱になっております。そしてですね、表面にはですね、商品名、特徴などが記載されております。まあ、ここにはですね、芯まで金属の鉛筆なのに、かける消せると書いてあります。まあ、ここら辺はですね、後々試していきたいと思います。まあ、こんな感じで書いてあってですね、裏面はこんな感じになっております。裏面にはですね、特徴、注意書きなどが書かれております。まあ、ここには注意書き、そしてですね、この上の部分にはですね、特徴などが書いてあります。こんな感じの箱に入っております。それでは実際に開封していきたいと思います。実際に開封してみました。メタシル本体はですね、こんな感じのスポンジで覆われておりました。しっかりと折れないように、ね、保護されておりました。そして箱の表面でも書いてあったんですけど、こちら全部芯からこの上までですね、すべて金属でできております。実際にね、叩いてる音をちょっと聞かせると、こんな感じでですね、全部金属でできております。こちら全部アルミでできておりますね。はい、こんな感じでですね、芯はアルミではないんですけど、他のですね、この白の部分っていうんですかね、は全部アルミでできております。そしてとてもスタイリッシュですね、かっこいい文房具となっております。結構かっこいいです。そしてですね、八角軸になっております。なので転がりづらいものとなっております。そしてペン先についてなんですけど、ペン先はですね、実はこれ外れるようになってるんですね。はい、こんな感じで外れるようなペン先となっております。そしてですね、パッと見ですね、アップルペンシルって皆さんわかりますかね。iPad とかに書く用のペンなんですけど、パッと見ですね、すごくアップルペンシルに似てるなという感じがしました。少しですね、アップルペンシルの方が長いんですけど、ちょっと並べてみますね。はい、こんな感じになったんですけど、ちょっとアップルペンシル少し転がってしまうんで、ちょっと押さえてるんですけど、こんな感じで結構似てますよね。はい、こんな感じでアップルペンシル似てるなと思いました。2、ラインナップについて見ていきたいと思います。ラインナップに関してはですね、全6色あります。ブラック、ホワイト、ブルー、ネイビー、ベージュ、レッドの6色ですね。今回購入させていただいた色なんですけど、一番上はですね、ブルー。そして2番目、真ん中ですね、はブラック。そして一番下がホワイトという形になっております。まあ、全6色もあるので選びやすいかなと思います。3、価格について見ていきたいと思います。価格の方は税込み990円という形になります。普通の文房具と比べて少し高いような気がしますけど、まあ、でも全然このクオリティで990円はとてもいいのかなと思います。4、重さについて見ていきたいと思います。重さの方を測らせていただいたんですけど、 13g という形になりました。書いていて重いなという感じはありませんでした。初めて持った時は少し重いなとは感じました。5、特徴について見ていきたいと思います。まずはですね、削らずに16キロ書くことができるということで、これは一番強いところではないでしょうか。削らずにですね、16キロ書くことができるので、ほぼほぼずっと使えるという感じですね。はい、半永久的に使えるという感じです。16キロって言ったら相当ですからね。そもそもですね、そんなに長く、まあ、16キロも書けるということなんですけど、まあ、そんなメタシルとは何ぞやということで、メタシル金属鉛筆とは、こちらホームページを参考にさせていただいています。芯が黒鉛を含んだ特殊合金で作られており、筆記時に紙との摩擦で生じる黒鉛と合金の粒子が紙に付着することで筆跡となる筆記具です。芯の消耗が著しく少ないため、
削ることなく長い時間書き続けることができます。そんなものとなっております。そしてですね、特徴の2つ目っていうのかな、はい、2つ目はですね、削る手ではなく書き続けられるということで、芯の消耗がですね著しく少なく、削られなくても長い時間書き続けることができるので、筆記に集中できて早書きなどにも最適とされております。そして2つ目、軸から芯まで全て金属製ということで、こちらを最初触れさせていただきました。軸からですね芯までが全て金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出しているみたいです。そして3つ目、消しゴムで消せる。こちらはですね、実際に書いてみるというところで試していきたいと思います。芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。そして最後の4つ目ですね、上から塗ってもにじまないということで、こちらはですね絵とか描く人にとてもおすすめできるのかなと思います。水や水性マーカーなどでにじまないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適ですとなっております。6、実際に使ってみるということで、実際に使っているところの映像を撮りましたので、そちらを皆さんに見ていただきたいと思います。はい、そして7まとめ、最後まとめ見ていきましょう。2H とですね記載されているんですね。一応紙によって異なると書いてあるんですけど、一応 2H と記載されているんですが、実際はですねもっと薄そうでですね、こちらの画像をちょっと見ていただきたいんですけど、 2H っていうと結構濃いですよね。なのでまあ僕が見た感じでは 4H とか 5H そこら辺になるのかなという感じはします。もちろん紙によっても異なると思うんですけど、まあ、僕が書いた感じでは4H、5H ぐらいかなという感じがしました。そしてですねデザインは非常にスタイリッシュでいいということで、まあ、これはですねとてもいいなという感じです。はい、こんな感じのものとなっているんですけど、本当にスタイリッシュでですね持っていてかっこいい筆記具かなという感じがします。少しですねペン先の黒い部分なんですけど、そこは少しちょっとベタベタするというか、なんかホコリがついちゃいそうだなという感じはしました。そしてですね削る必要はないんですけど、使っていくうちにですねどんどん芯が太くなっていくという形になります。最初はですねもちろんそれなりにですね細い線で描けるんですけど、徐々にですねやっぱ使っていくにつれですね太くなってしまうので、そこはですね少しネックなところかなという感じがします。そしてペン先は外すことができるということで、こちらはですね最初見ていただいた通りです。そしてですねペン先が外れるということはですね、ペン先の交換もできるのかなと思った方もいると思うんですけど、今現在ですねまだペン先の交換はですね発売されていないんですね。なので今後ですねペン先だけ販売されるのかなという感じはするんですけど、まだですね今のところ発売されていないみたいです。もしかしたら発売されているかもしれないですけど、そうだったらちょっとコメントお願いします。多分今のところまだ発売されていないと思います。そして価格はですね990円とお話しさせていただいたんですけど、まあそれほど高価ではないのでですね、気になる人は1本ぐらい買ってみてもいいのかなという感じがします。まあとてもですね新発想の文房具なので、まあ、皆様にちょっと試していただきたいなという感じがします。まあやっぱりですね今までなかったようなとても面白い文房具だなと紹介していて思いました。そしてまあ新しい文房具、まあ面白い発想の文房具ということで、僕がですね話した話ではですね全然まだ浅いことしか本当に話していないので、もっとですね深いことが聞きたい方はですねコメント欄に質問書いていただければ、お答えできる範囲でお答えしていきますので、どうぞコメント欄の方も活用してみてください。はい、ということでですね今回はサンスター文具さんから出たメタルペンシル、メタシルの方を紹介させていただきました。とてもですね面白い発想の文房具でですね紹介していてとても面白かったです。やっぱりですねどうしても薄いのがネックのところなんですけど、もう少し濃ければですね日常使いとしてはとても優秀な文房具となったのかなという気はします。
もちろん薄いのが好きな人もいると思いますので、そういう人には本当にもってこいの文房具だと思います。価格の方はですね、何回も言うんですけど税込み990円なので、ぜひ気になった方は購入してみてください。はい、ってことでですね、これからもいろんな文房具紹介していきたいと思います。最新の文房具を中心にですね、基軸シャーペン、基軸ボールペンなどもですね、本当に様々な文房具を紹介していきたいと思っていますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。夏休み期間中はですね、最初も言ったんですけど、最低でもですね、週2本投稿を目標として頑張っていきますので、どうぞ応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。